こんにちは、宇都山のまりです。今回はベースレイヤーの選び方、こちらの5種類を比較していきたいと思います。今回ご紹介するベースレイヤーなんですけど、主にですね、ドライレイヤーっていうものになりまして、肌に直接着て汗びを防ぐというものですね。汗をかき続けても肌をドライに保つということで、登山やってるとどうしても上りで汗をかいて山頂に着いたら寒いみたいなことはよくあるんで、そういうのを防ぐと、そういうリスクを減らすという意味で、こういったものはですね、必須じゃないかなと思います。今回はそれぞれのベースレイヤーのメリットとデメリットと、こんな方におすすめというのを順番にご紹介していきたいと思います。それではまず一つ目がこちらです。どん、モンベルのジオライン LWT シャツってやつですね。安心のモンベル製品ですね。まずこちらの特徴はですね、ポリステル 100% のベースレイヤーということで、もう一番最初に買って、関東の日帰りの低山とかね、よくこれで行ってたんですけど、定番品ですよね。はい、S サイズでぴったりめ、ピチピチめですねピチピチ、はい。こちらのいい点はですね、とにかくコスパがいいです。金額がですね、3080円税込みということで、この袖ありで、袖はね、あった方がいいのかな、ちょっとわかんないけど、脇汗とか気になる方は袖あってもいいかもしれないですね、なんでコスパがいいです。こちらのいまいちなところはですね、若干締め付け強めサイズの問題じゃないですかサイズの問題かもしれないですけど、若干締め付け強めなのと、この後紹介する他のベースレイヤーと比べるとですね、ちょっと汗の吸い具合が弱いかなと少し思います。ただ普通に使う分にはもう全くもって問題ないんで、ぜひ最初の1枚としておすすめの一着になります。未だにランニングできてますね、これ。耐久性も申し分ないですね。それでは2つ目です。2つ目はこちら、どん、ミレーのドライナミックメッシュです。これはもう名品じゃないですか。これは名品だよね、はい、ちょっとこれ透け感のあるやつですねこれも皆さん着たことは持っていらっしゃる方多いかもしれないですね。もうミレーの編み編みって言葉がなんかできてるもんね。そうそうそう、はい。こちらの特徴はですね、これあれですね、ポリプロピレンを使ってますね。厚地の、ポリプロピレン 66%、素材はあとナイロンとポリウレタンが入ってるんですけど、主にポリプロピレンでできてて、分厚いこの網でできてます。なんでもう物理的に肌と、この上に、ドライな T シャツを着ることになると思うんですけど、肌とその T シャツの距離をこの厚い網網で出すっていうやつなんで、本当に汗冷えしにくいですね。これ特徴としては最初にこれ着た時びっくりしました。上りで汗だくになるんですけど、これがね、水をこうどんどん外にこう逃がしてくれるんですよね、ベースレイヤーの方に。でベースレイヤーと肌の間は距離がちゃんとこれで保てると、鎖肩びらみたいな感じこちらのいい点はとにかく肌がドライに保てます。もうそこはね、この後紹介するやつの中でもトップクラスですね。負荷の高い運動とかランニングとかの時も間違いなく肌をドライに保ってくれます。そしていまいちなポイントはですね、若干締め付け強めですさっきと一緒です全部いまいちなポイント締め付けじゃん。そう、運動のやつなんで、そういうもんなんですけど、いわゆるそのテント泊ですとか、少しこう長期の旅とかに着ていきたいなって時に、ちょっとスポーティーが過ぎるなというのはデメリットですね。なんて言うんでしょう、若干この網網もですね、温泉とか行くとちょっと網網じゃんってなるっていうちょっと後残るみたいな、後残るかな、そんな気にならないと思いますけど、なんて言うんでしょうね、引き締まった体だとかっこいいけどちょっとこうだらしないお腹とかの時に着るとちょっと恥ずかしいなみたいな、ね、半分裸みたいな感じだもんね。そうなんです、すごいちょっとデメリットかななのでこちらはですね、とにかく肌をドライに保ってくれるんで、運動の負荷が高いもの、汗をとにかくたくさんかくっていう時はこれ、あと日帰りの時とかはいいと思いますね。泊まりとかだとちょっとこう締め付けきついなって思ったりすると思うんで、定点の運動強度の高いものっていう方はこれおすすめです。ちなみに、匂い的なことはどうなんですか。そうですね、匂い若干気になるかも、テント泊で素泊すると、日帰りとかだったら全く気にならないかな、ウールは入ってないもんね。そうですね、あとこれはこの後紹介するやつも全部そうなんですけど、上に着るその T シャツのちゃんと速乾性が高いものを選ぶっていうのが大事ですね、そっちにこう汗を逃がすっていうものなので、それがあってこそ活躍するギアですね。ミレーの
ダイナミックメッシュでした。続いて3つ目です。3つ目はこちら、ファイントラックのドライレイヤーですね。これはベーシックのノースリーブタイプですね、うん、はい。まあ、結局ね、ノースリーブの方が着やすいなと思って、結局このモンベル以外はノースリーブですね全部。こちらの特徴はですね、ポリエステル 100% です。で、生地がこのミレーより薄いですね。すごく薄くなってます。撥水加工がされてるんですよね。繊維のこの間を通して上に着てるシャツに汗をこう染み込ましていくみたいな感じですね。こっちはこの生地のカサダカサで肌との距離を出すっていうような感じなんで、ちょっと似てるけど、まあ、ちょっと違うかな。まあ、どっちも同じように肌をドライに保ってくれるアイテムなんですけど、ちょっと構造的にですね違いますね。汗がこう逆流してきにくい構造になっているということですね。これはですね、着心地いいですね。良いポイントとしては、柔らかい。柔らかい。そう、柔らかくて、まあ、軽量なので着てるのをちょっと忘れちゃうぐらい着心地がいいです、まあ、そこがいいポイントかな。お気に入りポイントですね。私もポップスはファイントラックの同じ素材のものを使ってるんですけど、うん、やっぱり本当に締め付けが弱いっていうのがすごくいいところで、ミレーの編み編みも女性用ノットで試着して比較して、うん、ここ悩む人多いかもね、うん、そう、この2つじゃもう2強って感じだから、うん、確かに確かに。でもやっぱ締め付けがあるのきついなと思って、そうファイントラックにしたんですよね。そうですね。あとこっちの方が温泉とか行った時も編み編み感なくて着やすいかも。でちょっといまいちかなというポイントで言うと、すごく肌をドライに保ってはくれるんですが、このミレーと比較するとこれやっぱ生地が薄いんで、上に着てるこのベースレイヤーの汗の許容を超えてしまうと、若干こうなんて言うんでしょうね、汗戻りというかはミレーよりはするかもしれないです。ミレーはもう物理的に距離をめちゃくちゃ出せるんで、これベタつく、これで汗で冷えちゃうことってほぼほぼ体感したことないんですけど、こっちはちょっと上の、はい、上のキャパを超えると気になるかな、ちょっと。まあでもほぼ気にならないかな、うん、はい、なので泊まりの時はこっちを着ていくことが多いですね。ちなみに金額言わせれたんで、ここで金額をお伝えしておくと、こちらがですね4400円です。で、ミレーのドライナミックが5830円ですね。ちょっとお高いんだ。ドライナミックの方が高いかも。まあその辺の値段もね、選ぶこうポイントになるのかなと思います。なんか触った感じは確かにミレーの方が高級感もあるよね。そうですね。手軽なそう。うん、確かに確かに。この2つのおさらいで言うと、よりドライ度を欲しい方はこっちで、締め付けとかちょっと苦しいなって方はこっちがいいのかな。うん、はい、まあ、そんな感じで、でコスパならこれって感じですね今のところ、はい。まあ、そんな3種がね、この3つが多いんじゃないですか。そうだね、悩む方、あとベーシックなあれだね、うん、どうかな。あとなんか悩むポイントあるかな。サイズとか、サイズ感、そのぴったり着るか大きめで着るかとか。ぴったりでしょう、全部ぴったりめですね、うん、ドライレイヤーは基本ぴったりめじゃないですか。ちなみにこっちのミレーが 100g ぐらいですね、およそ。で、こっちのファイントラックは 39g なんで、おお、ちょっと軽いっすね。全然軽いな。そうですね、そこがだいぶ違うかも。まあでも着てるもんなんで、あんまり重量関係ないっちゃ関係ないですけど、まあ、そういう違いもあります。はい、続いて4つ目はこちら、 OMM のコアベストです。はい、はい、これも名品ですね。これは人気商品だよね。こちら人気商品となっております。はい、私はこちらのブルーとこちらのブラック、気に入って2個持っております。サイズ別だよね。サイズ別です。こちらはですね、特徴としてはプリマロフトアクティブっていう生地を使ってます。こちらのドライレイヤー、今までのドライレイヤーとはちょっと違って、まあ、より肌触りがいいっていうんですかね、なんかバスタオルみたいな感じです、うん、タオルみたいなポコポコした質感で、まあ、とにかくね、肌に一番近くに触れるものなんで着心地いい方がいいじゃないですか。その辺がね、今までのこのベースレイヤーとちょっと違うかな。着心地はとにかくいい、うん、で、着てる感じとしてはですね、汗をどんどん、タオルみたいなので汗をどんどん吸ってくれて、なんかすぐ乾いてくれるみたいな感じですね。上の T シャツに逃がすみたいなのもなくって、吸ってすぐ乾くみたいな、そんなイメージです。だからベースレイヤーでこの上に当然そのなんか、ポリティとかウールティ着てもいいんですけど、
これ単体でもいけちゃうっていうのがちょっと違うかも、この今までの、うん、確かに確かに、はい、普通にベストとウェアとして使えるってことだよね、はい、そうです。なんでこっちはあの上のどうしても T シャツのその速乾性、そっちに汗をこう逃がすっていうのが役割なんですけど、これはこいつ単体で吸って乾くみたいな感じですね。そこが一番違うかな。で重量は 72g、うん、で価格がちょっと上がります。何 ?14,300円、高い。そんなするんだっけ。だいぶ上がりますね。え、じゃあ2つで3万円もするじゃん。そうなんです。高いね。そうなんですまあそれぐらいいいですよというものですね、うん、まだ用途がちょっと違うかもしれないですね。確かに、はい、なんで、いいポイントとしてはとにかく着心地が気持ちいいです。肌触りがすごく気持ちいい、ずっと着てられます。いまいちなところでいうと、重曹とかで、3泊以上すると若干汗の匂い気になります。やっぱりね、どうしても化学繊維なんで汗かきすぎると、これだけに頼ってるとちょっと匂ってくるかな。まあ、3泊ぐらい真夏で重曹すると若干ですね。これは大和道のライトアルファタイツと同じ生地なの？違います。あ、違うんですね、はい、見た目はすごい似てるなと思ってたけど違うんだ。そうですね、ちょっと違いますまあこっちの方があれじゃない、汗を吸って速乾してくれると思いますね。うん、まあ、でもまあこれはですね、なんで重量が約まあ 70g ぐらいなんですけど、まあ、単体でも着れて、なんかこうテント場に着いたら T シャツ、この上にまあ T シャツとか着てる時が多いと思うんですけど、 T シャツの上からこうダウンベストじゃないけど、なんていうの、上からベストみたいに着たりもできるっていう。なかなかこのミレーの編み編みとかはもう本当にベースレイヤーって感じじゃないですか。インナー、あくまでもインナーなんですけど、これはそういうインナーとしても使えるし、単体でもいけるし、なんかこれちょっとあったかいんですよ、着ると。なんで T シャツとかの上からこう着ていただいても大丈夫です。こんな感じ、ちょっと一回着てみようか。こういう感じです。コアベストはサイズすごい悩んでた気がするんだけど、買った時に、はい、脇の空き具合とかさ、うんうん、まあ、ジャストサイズがいいでしょうね。どうだった結局。ジャストサイズがいいと思いますね、うん、まあ、一般的な SML でいいと思いますね、うんうん、ただ1枚で着るみたいな時があるからとか、そのさっきみたいに上から着たりとかって考えると、若干大きめでもまあなんとかなるっていう感じで、まあジャストサイズがいいんじゃないですか。やっぱこういう肌に触れるものなんで。なるほど。それでこそ機能を発揮できると思いますね。こちらがね、どんな方におすすめかというと、まあ、とにかくね、オールラウンドな1枚なんで、ランニングだったりハイキング、登山、何でも使えるんで、とにかくこのタオルのような柔らかい着心地をですね、試してみたい方、まあ、ちょっとね値段するんですけど、高品質なこうベースレイヤーちょっと行ってみたいなっていう方はぜひ試してみてください。ちなみに、あとあれみたいよ、今分かったけど、このプリマロフトアクティブは使用済み製品のリサイクル素材を 58% 使用してるみたいです。そうなんだ、うん、知らなかった。ちょっとサステナブル系ですね、うん、うん、健康に影響する有害物質が含まれてないことを証明するあの認証も取ってます。お、はい、いいですね、そういう背景、うん、では、最後5つ目はこちらです。大和道の 100% メリノライトスリーブレスです。こちらも2着持ってます。紺色となんか前の方が作り良かった説ありますちょっとわかる。これっちが前買ったやつですね、去年のモデルです、ね、はい。まあ、こちらの特徴としてはですね、まあ、着心地がめちゃくちゃいいですね。素材がメリノウール、はい、ウール 100% です。なんで特徴としてはウールならではの、まあ、この着心地とこの消臭性ですね。まあ、ウールはね、本当に消臭性が高くて、今までのこちらのベースレイヤーだとどうしても汗かいてずっと使ってると匂いしてくるんですけど、これはね本当に匂わない。匂ったことなくない？ない。ないよね、ぐらいに匂わないです。しかも相当汗かいたのに匂わない。うん、そうそうそうね、すごいよね、うん。まあ、とにかくこのサラサラした着心地と消臭性が高いっていうところかな。あとウールならではの天然のエアコンって言われてますけど、超温性というか、その超湿性っていうんですかね。寒い時はなんかほのかに暖かいし、暑い時はなんかちょっと涼しく感じるというか、それはね、ウールならではの良さかなと。ウールにしかない良さがありますね。で、いまいちなポイントで言うと、やっぱりウールなんで、ちょっとこう、乾きが良くない。
っていうのはありますね、うんうん、どうしてもやっぱりそのベースレイヤーって言ってもこういったドライレイヤーのこういった類とはね違ってちょっとこう汗が残っちゃう感じはありますね、まあ、汗びえっていうんですかね、うん、そういうマイナス面を補えるぐらいこの着心地の良さと消臭性が高いんで、なんかやっぱ肌に着るものって着心地が結構ファーストかなと思ったりするんで、汗びえもねそんなに気にならないですよ。なんかウールどうですか？そんなに気にならない、うん、まあ速乾性とかがもしかしたらその乾くスピードはやっぱりあるかもしれないけど、そうですね。でもこの山と道のやつは相当薄いよね、生地が。あ、そうそう、そこも良さだよね、うん、薄いから乾きやすいよね、普通のウールの中でも、うん、だからベースとして結構優れてるんじゃないかなと思って、なんだかんだプリマロフトのこのコアベストよりもこっちの方が着てるかも、ハイキングの時は、うん、はい、なんかね結構ごめんなさい、こっちの話もちろんだけどこれちょっとポコポコしてるんで、なんかねこういうところから首からこのポコポコが出ちゃう時があってあるね、 T シャツの中からなんかタオルが出てきてるみたいな感じなんで、 それがちょっと気になるんで、これはねそういうのがないんで、まあそのスリーブレスなんでこうシャツとの重ね着とか相性もいいし、ここもね結構スッとこう丸首なんで、まあ、合わせやすいかなと思います。この同じような製品でタンクトップっていうのもあるんだけども、うん、はい、形がちょっと違うんだよね、タンクトップとスリーブレスは。あ、そうですね、タンクトップとスリーブレスの違いでいうと、まあ、ここのあれですかね、肩のこの幅のところ、まあ、タンクの方が際いというかって感じですかね。で、脇の開きが多分もう少しタンクの方がここが空いてるんですかね、うん、まあ、スリーブレスの方が着やすいんじゃないですかね、一般的に、まあ、一般的にね、うん、肩もちゃんと幅があって、こうショルダーね、うん、ザクショった時の干渉も多分少ないでしょうし、まあ、その肌の露出的なところでもねスリーブレスやっぱ着やすいのかなと思います。はい、まあ、こんな人におすすめですというところで言いますと、あんまりですねこう負荷の高い運動だと汗のこの濡れと乾きが落ち着かなくなっちゃうんで、まあハイキングとか、うん、強度がそんなにこう高くなくて長くこう長期でテント泊の重装とかそういう時はもうこのウールがやっぱりいいんじゃないかなと思います、うん、ちなみにこちらの金額がですね、9500円です、まあ、ちょっと高いかな、コアベストよりはお値頃です。コアベスト聞いた後だと安く感じる、安く感じますねあとちなみにそのすいません、デメリットの汗びえ、ここを解消してるアイテムがねこの大和道に出てますので、 DF メッシュメリノスリーブです。そっちはこのウール100じゃなくてちょっとポリエステルの素材を入れてるんで、ウールの消臭性とポリエステルの速乾性を掛け合わせたあのアイテムになってるみたいです。ちょっと私たちはね試したことがないんで、あのそれもいいんじゃないかなと思います。ぜひね、なんか使用感とか教えていただきたいですね、うん、私たちって 100% ウール好きなんで、見た目とかね、そうなんです、なんかこのウールの普段着っぽさがいいんですよ、いいなと思ってこっちにしてる、こっちにしてるところがありますね。そうなんですよ、でもね、いい製品だと思いますね、うん、DF メッシュも。そうだね、ぜひなんかコメント欄とかで教えていただけると嬉しいです、はい、じゃあちょっとおさらいしていきますか。まず最初に間違いない一着としてこちらのモンベルのジオライン、これは鉄板ですね、はい、で運動強度が高いもの、まあ、ランニングとかトレランとか、あと汗っかきだな、汗びえしやすいなって方はミレードライナミックメッシュ、まあ、中価格帯ぐらいで買いやすいのかなと思います。で同じく、中価格帯でもう少しこう締め付けが苦手だよという方がいらっしゃいましたら、こちらの、ファイントラック、これもねあの多少気になるって言いましたけど、ドライナミックと比べたらちょっと気になるかなぐらいなんで全然十分ですよ、これ。まあ、着てんの忘れるぐらいの。この中だと最軽量じゃないですか、これが。そうだね。うん、40g ぐらい。まあ、そういった点でもおすすめですね。着替えとしてこう持ってってもいいかもしれないし。うん、それから、今までちょっと体感したことがない、ベースレイヤーにとどまらないこう機能性を備えた、プリマロフトアクティブとか、こういった素材をね、使ってみたいなっていう方は、こちらもおすすめです。結構ね、これ1枚で、私も登山行ったりとか、する時もあるので、もうそういう使い方もね幅広く活躍できるっていう意味で言うと、まあ、多少ね高くてもこれもいいのかなと思ったりします。そして、やっぱりウール 100% いいなっていう方、まあそれからあとランニングとかっていうよりは割とこうハイキングでこう長く縦走したいなっていう方にはこちらの 100% ウールのスリーブレスがおすすめです。まあそんな感じですね。どうでしょうか、私たちもこれね最初から、うん、
全部持つわけじゃなくて、そうっすね、ほんと試しながらいろいろこうやってきたみたいなところはあると思うので、うん、価格と行く場所とそのあたりを見ながら選んでいただくといいのかなと思います。うん、そう思いますでも全部着てるな、全部着てますね、意外と着てるね、うん、なんか着なくなったものないかもね。ないっすね、なんか近所のランニングとかはこの辺やっぱ着てますね。着てて、テント開くなったらこっちかな。最近着てんのはこの山道かな。うん、はい、ということで、ベースレイヤー5種ご紹介させていただきましたが、別の動画でですね、夫婦の男性女性版のアンダーウェア事情、はい、登山用の下着ですね、うん、これを着れば間違いないっていうものを紹介しますので、そちらもぜひチェックしてみてください。今回のベースレイヤーって、はい、基本なんかそのブラトップとかじゃないから、うん、多分それと一体型になってるものとかが多かったりもすると思うので、うん、まあ、そういうのはちょっとそっちのアンダーウェア事情編の方でお話ししたいなと思います。はい、じゃあ皆さんのベースレイヤー選びの参考になりましたら幸いです。それでは最後まで動画をご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければグッドボタンとぜひですね、チャンネル登録を、はい、よろしくお願いします。お願いします。結構見てくださってる方でね、まだチャンネル登録してなかったなっていう方はぜひチャンネル登録ボタンをポチッと押していただけるとありがたいですそれからですね、サブチャンネル、四ツ谷山登り2号っていうのもやってます。この間 ね、1000人突破しました、ね、そうなんです、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、そちらもぜひチェックしてみてください。それから、オンラインショップ、ゆるハイカーズっていうのを運営してます。まあ、ゆるく歩くということで、自分たちのペースですね、自然を楽しむっていくということで、 With Nature をテーマにですね、自然を身近に感じる人が増えてほしいという思いで、いろんな山でも街でも使えるグッズを取り扱ってますので、ぜひそっちもチェックしてみていただけると嬉しいです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。次回もお楽しみに。